どうもただめしです。というわけでですね、今日はですね、まあ画面見てもらったら分かる通り、この安倍晋之助先生を使っていこうと思います。まあこの安倍晋之助先生がですね、まあ見て分かる通り2019のシリーズ1ということなんですけども、まあこれ多分前も言ったんじゃないかな、あのスピリッツ解放してスピリッツ上げたんですけど、まあこれをね使っていこうと思います。3300だったらまだそんなにスピー負けはするけど、能力は下がらないような感じになると思うんで、じゃあこの安倍晋之助選手を今日は使っていこうと思います。まあ、その前にね、まずちょっとあれです、限界突破コーチ付きのガチャ引いていこうと思います。さあそれじゃあ本日も張り切っていきましょう。まあ、限界突破コーチ付き10連スカウト2わけで引いていくわけなんですけども、これはね、ちょっと僕ね、案外ね、相性がそんなによろしくないんですよね。まぁ、ちょっと今回ね、まぁ、S ランクのショートが追加されたっていうことで、結構期待はしてるんですけど、まぁ、あとね、千賀選手も欲しいんでね、坂本選手と千賀選手狙っていこうと思うんですけど、どうかなぁ。うわぁ、おぉおぉおぉ、やばいやばいやばい。あ、いいっすね。S ランク出た、S ランク出た。いや、これ美味しいなぁ。しかも青までいった。ちょっとここマジで千賀選手欲しいんでね、もうほんと、いやちょっと千賀選手と坂本選手が欲しいんで、ちょっとここ欲しいなあ。と丸選手も欲しいですね今。さあ来い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 、2枚抜きしてもいいぞ。ちょっとこれはいいっすね。来た、おっ、おお、岩沢選手、まあまあ悪くないっすね。まあミキサー行きなんですけど、ああいいっすね。 A ランク出た。おっ、おお、あー、中田翔選手。確か中田選手があれ、タイトルホルダーで出るんでしたっけ。おー、高砂選手、オッケー。あ、いいっすね。2枚抜きしたんで、いや、全然オッケー、全然オッケー。ただこれ、2人とも多分あれだな。まあ、ミキサーかな。じゃあ次、リアタイ行きましょうか。どうぞ。はい、というわけで、まあ、1回表はね、まあ、0点で抑えられたんで、この流れのまま行きたいですね。まあそうですね、最近というか、まあ今日はですね、ちょっともう阿部選手は4番に置いていきたいと思います。2番じゃなくてね。まあ理由としては、僕が普通に阿部選手が4番の方がいいっていうだけなんで、まあ僕阿部選手大好きなんで、そこら辺はちょっと、はい、引き目でお願いします。さあ、柳田選手1番で出ましたよと。最近はね、ちょっと、まあ、山田さん首ってわけじゃないですけど、柳田選手を1番に置いてますね。やっぱ柳田選手がね、出た方がね、うん、なんか勢いがつくような気がするんですよ。まあ、気がするだけなんでどうしようもないですけど。さあ、スプリットが。まあ、これでね、坂本選手も出て、いい流れで来てますから、行っていたいですね、ここも。おっと、おお、そこ縦カットはちょっとびっくり。そういや、縦カットあるんだよな、この吉野選手は。吉野選手ね、僕、新しいバージョン欲しいんですよね。あー、ホームランじゃないか。まあ、今のは惜しいけど、まあ、しょうがないっちゃしょうがないですね。さあ、ここで阿部晋之助選手、主役出ましたよ。そんなに削られてないから、いけると思うんですけど。まあまあまあ、しょうがないっす。しょうがないっすね。んじゃあ、ここなんで飛ばしまーす。ほい。まあ、とりあえずね、うん、一回表は抑えられたんで、まあ、さっきと一緒でこのまま流れていきたいですけど、千賀選手なんですよね。で、多分、これは、シリーズ1かな。まあ、去年のやつじゃないだけマシかな。ああ、今のね、ちょっとさ、なんすか、空振りの仕方はよろしくないですね。ああ、ボール球か。ボール球だったんで、ちょっと、多分こすったんじゃねえな。詰まったな。さあ、どうする？ああ、うわ、ナイスボー。あのね、通信も打ってないですよね。さあ、次は、ああ、いや、遅れた。よろしくないな。ちょっとあそこのストレート打ちにくいっすよね。なんか知らないですけど。おっ
ッケー、今のオッケー。うん、広角パワーラッキー、まあ、ラッキーでもないかな。さあ、じゃあここしんのすけ選手、あ、いいっすね。やっぱスピッツ負けしないっすね。いい感じに上がってます。バレるバレる、ツーシーム狙いならばバレる。さあどうするかな。次多分ツーシームはないと思うんですよね。ああ、それとかとなったら、じゃあ次はツーシームかな。あ、来てくれたら嬉しいけど、どうかな。おー、ツーシーム、あー、阿部選手で打てねえな。おかしいな、他の選手だったら打てるんだけどな。まあどうすかね、打てねえな。どうしましょうかね。あー、これ確か一昨年かなの、多分菅野さんかな、多分ね。OK。 あー、今のいいっすね。カットボールを宇宙下に持っていくのがいいっすね。 OKOK。 さあ坂本選手タイピン出ましたね。厄介。まあ狙いとしてはストレート、おおやーべ、今の見ました、皆さん。やーべえな、今の完璧でしたよ。さあ丸さん、ちょっとねここら辺で、おっと惜しい。ホームラン打たれた後のストレート狙いは良かった、ただちょっと早かったな。さあどうする。 OK、 よっしゃ、 OKOK、 いい感じに上がったね。ちょっと今詰まっとたらまあいかなかったんですけど、さあここで阿部選手、ここで一発打っときたいですね。まあ一発出たら終わりたいですね。ここでちょっと時間もあんまないんで。来た、のっき、よっしゃ、完璧。通知。